プサン国際映画祭にお越しの皆さん、こんにちは。ナミビアの砂漠を監督しました山中陽子です。この映画は現代の東京で暮らす、あんまりこう生きる目的とか夢とかがない21歳の主人公カナを見つめた作品です。すごくキャスト、スタッフ、皆さんの若いチームで作ったエネルギーあふれるものがこう画面から伝わるような映画になっていると思うので、楽しみにご覧ください。